ご視聴ありがとうございます。タケパチチャンネルのたけしです。今回は再アップの動画になります。今回は P エヴァンゲリオン超暴走を完全攻略していきましょう。2019年3月にビスティから導入された199の約 84.5% ループの高継続ライトミドルタイプです。ボーダーが 18.8 の普通ぐらいで、アタッカーがやや甘めでうまく固められるとかなり決まりやすいです。止め打ちでは釘がプラス調整であれば微増が狙いそうですが、消化速度がやや遅くなりそうです。消化スピードによってはへそ落ちの可能性があるので気をつけましょう。また潜伏確変はありません。アタッカーは10カウントなので、4カウント入ったら打ち出しストップ、9カウント入ったのを確認後、弱強の2発を打ち出します。ほぼアタッカーへ向かうケージですが、弱強強の3発は無駄玉になりやすいので注意しましょう。センサー感知自体は普通ぐらいなので、だいたい 50% ぐらいは決まりそうです。止め打ちは複数回砲複数パターンです。電柱が開く瞬間に1発打ち出しです。バイオと同じで多少ズレはありますが、微増が狙えます。ただ電サポが50回転以降になると高速消化に切り替わり、1発ずつだと速度が下がってしまうので、減る覚悟で2発打ちに変えた方が良さそうです。消化速度が速い方が期待値は高いので、へそ落ちを避けるという意味でも2発打ちの方がいいかもしれないです。まあ、減るのがちょっと嫌だっていう方は単発打ちでやった方が減りません。貸し玉換金率10日でベースが 22.0、 増減率がプラス 0.20、 出玉値間が10ラウンド平均950玉、通常回転2000回転で期待値約プラス5850玉です。一応増減プラスで計算してるんですけども、もしマイナスになってしまったってことであれば、マイナス 0.20 ぐらいだったら、ベース23ぐらいあれば同じぐらいの期待値があります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価、コメントお待ちしております。それでは。